しんどくないですね、僕は。出かけるの大好きなんで、むしろあんまり誘ってくれなかったりするのが逆に悲しいかなっていう。僕はもっともっとなんかいろんなとこ行きたかったりするんで、全然苦じゃないです。まあ僕はタイミングあったらどこでも行きたいんで、むしろそのタイミングさえ合わせてもらってどんどん誘ってもらえれば、僕どこにでもブラジルまで行くんで、はい、大丈夫です。しんどかったというよりかは、日帰りで韓国行って同伴した時は、ちょっと眠かったですね。はい、まあ楽しかったんで大丈夫ですけど。まあ今年はやっぱりコロナの影響で結構大変な思いはしたんですけど、まあその時に。ピンチはチャンスっていう風に僕の中で捉えて、まあ辛いのは僕だけじゃないですし、その逆にピンチはチャンスにつながるんだなと思って、まあまだまだ収まってはないですけど、まあ来年に向けてまあ程よくいい感じに進んでるとは思うんで、まあ大変だったけど、まあいい年ではありました、僕自身は。ちょっとすいません、ちょっとそろそろ女の子来るんで、そうですね。じゃあ待ち合わせの場所に行きますか。はい、お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。